どうもこんにちは、まみよしです。前回の動画で iPhone14 シリーズのスペック解説とか選び方解説っていうのをやったんですけども、今回はですね、今も Apple Store で販売されている iPhone12、iPhone13、iPhone14、iPhone14 Plus、 今回はどんな人にどれがおすすめなのかっていうのを紹介していきたいと思います。で、今回 iPhone13 がねめちゃめちゃおすすめだよっていう感じで話されてると思うんですけども、 iPhone14 を選んだ方がいい理由が一つだけあるので、その点もね途中で紹介するので、ぜひ最後まで見ていってください。ということでやっていきましょう。これの他にも iPhone SE3 とあと iPhone 13 mini っていうのがあるんですけども、まあそれもじゃあ軽く紹介していきますか。とりあえずね、この iPhone SE3 に関してはとにかく安く済ませたいっていう方向けですね。 62,800 円で、そして iPhone 13 mini、 こちらに関してはもうとにかく小さいのが欲しい、そういった方に向けた端末になってます。まあ本当にね、大きさっていうのが主なところなので、今回はねそちらは省きたいと思います。じゃあ見ていきます。まずはね、一番大事なの価格ですね。 iPhone12 が 92,800 円、 iPhone13 が 107,800 円、 iPhone14 が 119,800 円、 14 プラスが 134,800 円になってます。 iPhone12 から13で 15,000 円アップ、13から14で 12,000 円アップ、14から14プラスで 15,000 円アップっていう感じになります。なので12と14プラスの差は 57,000 円になってます。 57,000 円って結構あるな。その金額差を頭の中に入れながら聞いててください。まずカラバリなんですけども、12にしかないカラーっていうのもあります。ブルーグリーンですね。この2色が欲しいっていう方は iPhone12 選ぶのもまあありかな。で、そして iPhone13 に関してはグリーンとピンクがありますね。この2色使いたい方は iPhone13 もいいと思います。で、そして次 iPhone14 ですね。 iPhone14 のパープルと iPhone12 のパープルっていうのは結構色違います。 iPhone14 のパープルは11と同じ感じですね。なので、まあブルーとパープル、こちらが新色になってます。このカラーが欲しい人は14シリーズっていう感じかな。他のカラーに関してはね、まあ大体一緒ですね。このレッドに関しては毎年色が違ってるので、好み応じてっていう感じですかね。ということで、まあカラーはこんな感じです。続いて画面ですね。画面に関しては12、13、14全部6.1 インチで一緒です。輝度とかはちょっと後で見ていきましょう。大画面が欲しい方に関しては iPhone14 プラスを選ぶべきですね。で、そして緊急 SOS に関しても iPhone14 シリーズだけは衝突事故検出っていうのが増えました。ただこれそんなに必須な機能かって言われたらそんなことないので、まあこれはねそんな考えなくていいのかなと思います。で、そしてカメラ、カメラに関しては iPhone12、13、14全部12メガピクセルのカメラを搭載してます。ただですね、これ12と13、14ちょっとずつね画質っていうのも変わってるので、カメラをちょっとでも綺麗に撮りたいっていう方は iPhone14 シリーズを選ぶのがおすすめです。で、あとインカメですね。インカメっていうのが今回ね14で変わってるので、インカメでねよく映像を撮るとか写真を撮るっていう方は、まあ、12、13よりも14を選んだ方が格段にいいかと思います。で、特に大事なのがバッテリーの持ちですね。 iPhone12 っていうのはね結構バッテリーの持ち悪かったですね。特にミニ12に関してはまあ使っててそんな不満はなかったんですけども、十分だなっていう感じではありませんでした。それが17時間ですね。で、13に関してはめちゃめちゃ持つようになりました。もう iPhone13 使ってて1日で切れるってことはまずないかなっていう感じでしたね。それが19時間になってます。12から13で2時間増えました。で、今回の14でさらに1時間増えたと。なので、まあ iPhone14 で1日普通に持つバッテリーの持ちになってます。そして次 iPhone14 プラスに関しては 6.7 インチとでかくて、その分ねバッテリーも詰めます。なので最大26時間のバッテリーということで、 iPhone12 と比べるとね9時間もバッテリーの持ちっていうのが良くなってます。バッテリーの持ちを重視したいっていう方は今回ね14プラスを選ぶのがいいかなと思います。で、続いてチップですね。チップに関しては iPhone12 が A14 チップ、 iPhone13 と14が A15 チップになってます。で、まあ A14 と15変わるっちゃ変わったんですけども、そんなに体感できるかって言われたらそんなことなかったので、まあここのねチップもそこまで重視しなくてもいいかなと思います。まあゲームやるんだったら A15 とかの方がいいかなっていう、そういった感じですね。で、 iPhone14 でちょっと進化したポイントが一つだけあって、それがこれですね。 GPU コアっていうのが一つ上がりました。 iPhone13 Pro についてた A15 チップが iPhone14 に搭載されたっていう感じですね。で、 iPhone13 と iPhone13 Pro、 特にねこのスペックの差っていうのも使っていくうちで分かんなかったので、
通の A15 チップが乗ってるみたいな感じで捉えてみていいと思います。この13、14に関してはスペックはほぼ変わらないですね。で続いてフェイス ID に関してはこれ iPhone12 も13も14も全部マスクフェイス ID に対応しているのでこの点はね問題ないかと思います。でこれ聞いた話で本当かどうかわかんないんですけども iPhone13 とかね iPhone14 に関しては iOS16 を入れることによって横向きでねフェイス ID っていうのができるようになります。 iPad とかと同じ感じですね。でそれがなんか iPhone12 だとできないみたいな噂をちょっと聞きました。横画面でもフェイス ID 認証したいっていう方はこの iPhone13 以降を買った方がいいのかなと思います。ここ結構ね大事なポイントかと思います。そして 5G に関してはねこれ全部ミリ波非搭載になってます。全部変わんないですね特に。あそうここがねめちゃめちゃ重要です。僕ね iPhone13 Pro を今使ってて画面フィルムとかケースをつけないで使ってるんですけどもめちゃめちゃ落としてるんですよね。それでも iPhone13 Pro 全然画面割れません。でなんでかって言ったらこれなんですよね。どんなスマートフォンのガラスよりも丈夫なセラミックシールドの前面を搭載してるので本当にね全然割れないです。これが iPhone12 もセラミックシールドか、まあ、ただ13以降の方がもっと丈夫になってるのかな。なので画面を絶対割りたくないっていう人は13以降選んだ方がいいかなと思います。防水性能に関しては全部変わらず。で容量ですね iPhone12 に関しては 64GB スタートですね。なのでこの価格差っていうのがちょっと変わるかな。 128GB 欲しい方に関しては99,800円からなので8000円の違いしかないです。そう考えたら12っていうのは選択肢から外れるかな。全然13でいいのかなと思います。8000円だったら頑張って13を選んだ方が個人的にはいいですね。 iPhone12 とモバイルバッテリーのセットじゃなくて iPhone13 単体にする、そんな選び方がいいかなと思います。で最大容量も12だけ2頃ですね。で続いてディスプレイなんですけども、ディスプレイの綺麗さっていうのは全部変わらないですね。14プラスだけ画面がでかくなってるので解像度が少し上がってます。ただピクセル密度は2だけ少なくなってるので数値的には無印シリーズの12、13、14の方が画質はいい感じになってます。ただね肉眼だとほぼ分かんないと思います。で続いてここで違うのが最大輝度ですね。そう iPhone12 に関しては結構ね画面輝度っていうのが暗いです。なので外明るい場所でね iPhone をいじってる時は結構見づらかったんですけども、それが13でまあちょろっと改善されました。それが802トになってます。でこの HDR 輝度っていうのは HDR 動画を再生してる時だけなので、このピーク輝度っていうのは考えなくて全然 OK です。なので12は625ニット13、14に関しては802トになってます。まあ、外で使うことが多い場合は13以上にしましょう。で続いてサイズ、重さに関しては12が 162g、 13が 173g、 14が 1g 軽くなって 172g、 14プラスが 203g になってます。まあ高さとか幅厚さに関してはまあだいたい誤差ぐらいな感じですね。でまあ重量に関してはね、確かに12と13比較したらこうブラインドテストやっても分かります。そのくらい違うんですけども、まあ、片方だけを使ってたら、まあ、使っていくうちに慣れていくので全然このね13の重さでもいいかなと思います。14プラスの 203g だとちょっと重いかなっていう感じはあると思います。ただ筐体自体が大きくなってるんでもしかしたらね相対的に軽く感じるかもしれないです。ちなみに13 Pro は 206g なのでそれよりかは軽いです。カメラちょっとさらに詳しく見ていきましょう。カメラに関しては12と13全く同じものを搭載しているような感じなんですけども、ちょっとね変わってた気がしますね。でそして手ブレ補正っていうのが変わりました。 iPhone12 だと電子的に手ブレ補正をかけるのでちょっとブワブワする感じの映像になるんですけども、それがね13のセンサーシフト、センサー自体が動くことによって結構改善されてました。13以降に関しては全部センサーシフトの手ブレ補正ですね。で今回 iPhone13 から14になってこのメインカメラが F1.5 ということでちょっと明るくなって、で超広角は F2.4 で同じかとこの表だと思うんですけども、実はねこの iPhone13 から14になることによってセンサーサイズ、カメラの大きさっていうのが大きくなってます。そのセンサーが大きくなったことによってさらにね光を取り込むことができるようになるので、 iPhone13 よりも結構ね綺麗に写真とか動画が撮れるようになってます。カメラを重視する方に関してはこの14シリーズを選ぶのがおすすめです。であとはその写真の処理っていうのもこの iPhone12、13シリーズと違ってフォトニックエンジンっていうのを搭載してます。これによってさらに綺麗に写真とかを撮ることができますと。まあ、どの程度違うのかはね今後製品が届いたらレビュー動画出したいと思ってます。続いてビデオ撮影いきましょう。 iPhone13 からねシネマティックモードって言って背景をぼかした映像撮影っていうのができるようになりました。12はできないです。ただですねそれは 1080p までしか撮れなかったんですけども、今回 iPhone14 シリーズになったことによって 4K で撮れるようになりました。
。普通の 4K 撮影に関しては iPhone12 でも14でもどれでも撮影することができます。で、あとはね、今回の iPhone14 シリーズで結構変わったのがこのアクションモードですね。 iPhone 自体のジャイロセンサーを使うことによってアクションカメラ並みのね、手ブレ補正っていうのを使うことができます。これ iPhone13 と12非対応なので、手ブレ補正しっかりしたい、かなり滑らかな映像が撮りたいっていう方はこのアクションモードがついた iPhone14 シリーズ選ぶのがおすすめです。で、手ブレ補正に関しては13、14一緒ですね。で、12に関してはセンサーが動かない感じです。次、インカメラになります。まあ、インカメラもね、さっき紹介したんですけども、インカメラはね、 iPhone12、13全く変わってませんでしたね。これ検証したんですけども、ただ今回の iPhone14 に関しては変わりました。 F 値が F2.2 から F1.9 ということで明るくなりました。これによって暗い場所でもちょっとね、綺麗に写真とか動画撮ることができます。しかも今まではね、オートフォーカス、まあ、ピントをね、自動で合わせる機能っていうのがなくて、もう全体にピントが合ってたんですけども、それがね、今回 iPhone14 でオートフォーカスがついたので、自撮りとかね、インカメを使った時の画質っていうのもかなり上がりました。なのでこの辺もね、ちょっと比較したいなと思ってます。インカメを使う人、例えば TikTok を撮るとかビデオ会議する人とか、そういった人はね、 iPhone14 シリーズ選ぶのがおすすめです。特に iPhone14 プラスだとね、画面がでかいのでミーティングとかそういったのはね、ちょっとしやすいのかなと思います。で、あと iPhone12 についてない機能でフォトグラフスタイルっていうのがあるんですけども、これは被写体の色を変えずに背景だけを、色をこうダイナミックにするとかできるものになってます。まあ、これに関してはあまり使わない機能なので、そんなに気にしなくても OK ですね。あとは一緒です。で、 iPhone13 と14ね、スペックだけ比較すると全然13でもいいんじゃないっていう感じで思われがちだし、僕もそう思ってたんですけども、一箇所だけね、めちゃめちゃ大事なポイントがあるんですよね。それがこちらになります。 Bluetooth の規格。今回ね、 AirPods Pro 2も新しく登場したんですけども、そちら Bluetooth 5.3 に対応してます。 Bluetooth 5.3 に関してはその接続方式が変わったり、ロスレスオーディオを再生できるようになったり、いろいろとね、その Bluetooth の性能っていうのが進化してます。その AirPods Pro 2、まだね、機能っていうのは紹介されてないんですけども、今後のファームウェアアップデートとかでね、そういった機能のアップデートっていうのが多分あるかと思います。そういった時にこの iPhone14 シリーズはね、 Bluetooth 5.3 に対応してるから AirPods Pro 2の最大限の性能を発揮できるんですけども、この iPhone13、12とかね、 iPhone14 じゃないモデルに関しては非対応になる可能性が高いので、そこだけね、ちょっとで注意していただけたらなと思います。コスパはね、確かに iPhone14 より13の方がいいんですけど、この Bluetooth だけちょっと気をつけてください。で、あとバッテリーの違いはさっき言った通り、17時間、19時間、20時間、26時間と。で、あとね、これ iPhone14 の紹介の時も言ったんですけども、環境光センサーっていうのが今回 iPhone14 だとデュアルになってます。なので色の高精度っていうのが上がったのかなと思います。で、コネクタ、接続端子に関してはライトニングになります。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、ここは容量を同じにしたら8000円か、1万2000円の差で1万5000円の差になります。で、まあ、それぞれね、どんな人におすすめかというと、まず iPhone12 ですね。 iPhone12 に関してはとにかく安く済ませたい、カメラも撮らないし、バッテリーの持ちも、モバイルバッテリー持ち歩くからバッテリーの持ちもそこそこで十分だよっていう人、 あと容量もね、 64GB で十分っていう人はこの iPhone12 が92,800円、10万以下で買えるのでおすすめです。続いて iPhone13 なんですけども、 iPhone13 はコスパがいいですね。とにかくカメラも画質いいし、バッテリーも持つし、とにかく完成されてる端末っていう感じ。なのでコスパがいい端末が欲しい、そしてインカメもあんまり撮らない、ゲームもそこそこやるとか、そういった方はね、この iPhone13 がおすすめな機種になります。で、続いて iPhone14 ですね。こちらに関しては、まあ、iPhone13 と比べてほとんど進化してないです。それでいて12000円アップということで、コスパはね、正直悪いんですけども、さっき言った通り Bluetooth 5.3 に対応してるので、 AirPods Pro 2とか、あとこれからね、ワイヤレスイヤホンいろいろと出てくると思うんですけども、そういう Bluetooth 5.3 の最新の機能っていうのがこの12、13じゃ使えません。そういったことがね、今後起こってくると思うので、長く使いたいし、 Bluetooth とかワイヤレスイヤホンの音質、使い心地を重視したい、そういった方はこの iPhone14 がおすすめになります。で、続いて最後、 iPhone14 プラスですね。14プラスに関しては134,800円ということで、価格は高く見えがちなんですけども、同じ 6.7 インチの大きさのサイズで比べると3万円安
すいんですよね。なので 6.7 インチでコスパいいモデルが欲しい、そういった方にはこちらの iPhone 14 Plus がおすすめになります。あとはね、バッテリーの持ちですね。バッテリーの持ちが26時間ということでめちゃめちゃ持つので、モバイルバッテリー持ちたくないけどめちゃめちゃ1日中使ってるよとか、そういった方に iPhone 14 Plus はおすすめな機種になります。しかもこのサイズでいて重さが 203g ということでめちゃめちゃ軽いですね。参考に14 Pro Max と比べるとなんと 37g も軽いです。14 Pro Max めちゃめちゃ重いね。そんな感じで大画面が欲しい、1台で済ませたい、インカメも使ったりするという方に iPhone 14 Plus はおすすめになります。という感じでね、新しい iPhone をどうやって買うのか選んでいただけたらなと思います。まあ、他にもね、iPhone 14シリーズ全部比較したり、あとはどういった人が今回の iPhone 14シリーズを買うかとか、で、あと質問がある人はコメントしていただければね、それの動画とか作りたいと思ってますので、ぜひコメントしてみてください。役に立ったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。以上、バイバイ。